こんにちは。前編後編と夢のキャス突入編終わりまして、いよいよ展開と、そしてナント様たちとお別れを言う時が来たのかもしれません。ではやっていきましょう。さて、それではそろそろお別れの時間ですね。名残はつきませんが、どんな夢にも終わりは来るもの。そうですね、夢は覚める。嫌だけど覚める。あなた方にとってこれは儚い人よの夢で、目が覚めれば夢の中の出来事などすっかり忘れてしまうでしょう。夜が明ける前に夢の浮き橋を通ってお帰りなさい。まあこの瞬間が一番寂しくありますよね。まあちょっと随分縮小版ですけどもね、飲み会だとか誰かと会いに行った、このぐらいのタイミングが本当寂しいですね。これまでいろいろありがとうございました、ナント様。やだな、今さら水臭いですね。それから北斗星君、もう北斗様でいいかな。これからは突然人間をさらったりしないでくださいね。言い方がね。答えられないね、北斗様的には。北斗様が怒る気持ちはわかるんです。私たちにとって自分たちの世界が大切なように、北斗様にとっても展開が大切なんだって今ではよくわかります。気の乱れは必ずなくします、私たちの世界と展開のために。そなたたちの世界の竜神は良い巫女を持ったな。人の子の世のことは人の子に任せよう。頑張ります。それじゃあみんな、あのすごい登りを頑張って上がります。あ、みんなで一緒に雪橋じゃん。渡りつつお別れか。これでお別れなんだね。助けてくれて本当にありがとう。またいつか会えるかな。それはわからないけど、私たちが竜神の巫女であの世界を守るためにみんなで頑張るなら、どこにいてもきっと思いは一つだよ。そういうことでしょう。そうだね、みんな同じ目的のため頑張ってるんだもの。みんな自分の時代で頑張ろうね。ついに帰る時が来た。来たか。もうこれ以上伸ばせないか。もう会えないかもしれないけど、僕たちずっと仲間だよね。ああ、同じ船に乗り合わせた時から我々は仲間と言っていい。これからもそれは変わらないだろうね。異なる時代の八王が出会い、力を合わせここまで来た。本当に貴重な体験でした。困難な状況のもと、みんなよく頑張ったと思います。そりゃあそうさ、俺たちみんな八王だからな。あの夢の浮き橋を渡れば元の世界に戻れるのですね。ヨリサさんが急にアップに。そうです、かっこいいです。ヨリサさんはかっこいいです。巫女殿と共に京へ戻ることができるのはあなたのおかげです。これまで本当にありがとうございました。巫女殿をお助けしようと焦るあまり
冷静さを失いかけた私を。あ、そっか、一番最初に会った八葉ですもんね。あなたを正しい方向へと導いてくださいました。このご恩は忘れません。私はこれからも巫女殿を全力でお守りする所存です。それこそがあなたへの何よりのお礼になるかと思いますので。かっこいいな。なかなかこういう言い方できませんよ。それではそろそろ失礼させていただきます。あなたにはいくら感謝の言葉を捧げても足りないでしょう。この二人でしたね。巫女をお救いできたのはあなたのお力添えがあったおかげなのです。本当に何と申してよいのか心より感謝いたします。元の世界に帰っても私はきっとこの夢の話を巫女と語りましょう。あなた方の幸せをお祈りしながら、どうかあなたの世も平安でありますように。ではそろそろ失礼いたします。あ、最後に一つだけ。何ですか？夢は儚いものですが、私はこの夢だけは決して忘れません。さあ、もうすぐ夜が明けます。夢の浮き橋は危うい橋、一人でたどるのは心細いものです。あなたの夢路を守る友を誰か連れておいきなさい。選ぶんですね。そうか、いよいよだな。じゃ途中まで一緒に行こうぜ。ゆずる、お前も来るだろう。途中までってまたどこかに行ってしまう気なのか？そうか、むしろ向こうの世界で離れ離れに頻繁になりますからね。マスオミさんは前の晩寝たとこで目が覚めるんだ。しょうがねえだろう。夢の浮き橋をたどるのは仮初めの死を経て再生するのと同じこと。これもまた修行だと考えなさい。さすが、これもまた修行か。はい、心得ました先生。クロさんに言ってたの。せっかくの修行の機会だ。お前も先生に教えを請わないか？ん？先ほどから出てるペアペアでお選べってことですか？ねえ巫女姫様、野暮のことは言いっこなしだよ。夢の通い路をたどるなら愛しい相手を選ぶのが当然ってもんだろ。巫女、日の江が同行したいと言っているようだな。ようやくしましたね、ようやく。私もついていこうと思う。日の江は時々無茶をするから。思いつきやく。そうか、二人は子供の頃から仲がいいからね。どうしよう、三人で帰ろうかな。三人は多すぎかな。せっかくだから三人一緒に。三人は多すぎかなを選んだら、つまり誰かと二人で帰る。せっかくだから三人一緒にはさっきの二人と帰ると。多分そういうことでしょうね。だから三人は多すぎかのを選べはまた誰か一人を選んで、帰るわけですよね。さてそこで考えどころですが、ちょっと私事で申し訳ないんですけれど、私今までネオロマゲームいろいろやってきたんですけども、結構なんて言うんでしょう、正規なエンディング
を迎えていて、アンジェリックとかも含めて、というかアンジェリックか恋愛エンドみたいなのが比較的少なかったりするんですよね。だから、まあ、ここは夢の世界ということもありますので、この際流れ的には私はみんなで帰ろうよっていう感じなんですけれども、ここは一つ誰か一人選んでみましょうかね。3人は多すぎかな。3人だとやっぱりちょっと多すぎますよね。まあ多すぎかどうかも分かんないですけどね。何を思って。ええ、僕はそう思いますよ。なるほど、なんとせいくんはちょっと分かってるというか、夢の浮き橋は儚い橋、なるほど、あまり大勢では渡れませんから。これ逆にさ、3人選んだら本当に渡れなくて橋から落ちちゃってバッドエンドとかないですよ。あなたの夢路を守る相手を一人選んでくださいな。よ、話が終わったんならとっとと行こうぜ。お互いあっちの世界でやることが残ってるだろう。のんびり寝てるわけにもいかねえからな。なんだったら手でもつないでいくか。ま、考えといてくれ。じゃあな。話は済んだのか。なら帰るぞ。兄弟子としてお前を送るぐらいのことはしてやる。前置きがある。お前は危なっかしいからな。目を離すと夢の浮き橋から落ちかねん。来ないなら先に行くぞ。これでようやくお互い自由の身だね、巫女姫様。これからはお前を口説くのに専念できるよ。夢路の友が必要なら俺を呼びなよ。この夢の終わりまで付き合わせてもらうからさ。待ってるよ。送っていきます先輩。これは一人ずつ声かけるの並んで待ってるとかじゃないですよね。あの世界も戦があっていろいろ危険ですから。本当は先輩に展開にとどまってほしいぐらいですが、現実に戻ってからも俺があなたのことを守ります。それにしても久しぶりに悪夢でない夢を見ました。先輩のおかげですね。ありがとうございます。じゃ戻ろうか、俺たちの世界にさ。早く起きないと朔や白龍が心配しちゃうよね。そうだね、朔白龍に会いたい。君さえよければ一緒に橋を渡ってくれる？改まってこんなこと言うのってなんか照れるけどさ、向こうで待ってるからよかったら声かけてね。ミコ、あなたを送っていこう。もう危険はないと思うが、私たちの世界の気の乱れは残っている。万が一のこともある。ミコを守る者がいると思う。うん、渡してよければこの夢が終わるまで巫女をそばで守る。確かに夢子はまだ剣持ってないからね。帰るその瞬間まで油断はできない。考えてみてもらえるだろうか。誰を友とするか決めたか、巫女。安心しなさい。おう、どんな選択をしても正しく道は開かれる。大人な言い方ですねこれ。あとはお前の望むままに決めなさい。
それじゃあなたの夢路に同行する八王を選んでくださいな。さあ選ぶときが来た。残念ながらね、弁慶さんが誰でした、源頼久いませんね。さあみんな声かけられるの待ってるんでしょうかね。そう思うと一人だけ選んでっていうのがいかにも気が引けるのでありますけれども、まあ、ここはね最初に決めてました。私はクロさんと一緒に帰りたいと思います。クロさん行きましょう。うん、クロさんにしましょう。来たな。この橋を渡ってさっさと目を覚ますぞ。今は己の迷いを断ち切ってさっぱりした気分だ。この上は早くこの夢を終わらせて元の世界に戻る。お前も夢の中でのことは忘れてくれ。だよね、今言おうとした。それって私のことを稲漬けだって言ったこともですか。バカ、それとこれとは話が別だ。え、話が別、それは覚えておいてくれって。いや、そうじゃない。そうじゃなくてだな。ね、ボケ通っちゃうね。もういい。ん？お前は展開で剣を取らなかったから少し腕がなまっただろう。帰ったらみっちり剣の稽古をつけてやるからな。俺は一緒に修行する妹弟子がお前であってよかったと思う。うん、お前となら肩を並べてどこまでも行けるだろう。お前もこれまで学んだことを糧としてさらに修行に励め。はい、兄弟弟子エンドになっちゃいますねこれ。俺はお前に期待している。これからもお前と一緒にいたいからな。ああ、帰ってしまう。
さあエピローグですかね。ふわ、今日はよく寝たな。ずいぶん長く寝ていたな。あ、クロウさん、おはようございます。おはようじゃないだろう、もう昼だ。昼だったか。何か長い夢を見てたみたいで。あれ、みんなは気づかなかったのか。サクドノや白龍も起こしに来たんだぞ。あ、それで起きなくて昼まで。あんまり起きないから心配していた。すごいな、起きなかった。今は諦めて、みんなで外出している。そうか、まあ言わないでおきましょう、最後まで。そっか、悪いことしちゃったな。それで、体の具合はどうだ。え？いろいろあって、お前も疲れているんだろ。それで起きられなかったんじゃないのか。そうだな。体は大丈夫です。寝てすっきりしました。なんだそうか、お前も人騒がせだな。クロさん、ありがとうございます。心配してくれたんですね。な、何を言ってるんだ。バカかお前は。バカかお前。それあんまりな言い方。そんなに元気があるんなら心配は無用だったな。今から新千円へ稽古に行くが、お前も付き合うか。はい。た、稽古してるね。動きが大きすぎる。それでは敵に手を読まれるぞ。相変わらず真剣で稽古すると怖いですよね。すごいですよね、この二人。はい。そうだ、もっと剣先に意識を集中しろ。お前も強くなった。俺も兄弟子として負けていられないな。一息入れるか。おう、お前と共に剣を振るっていると、いい伸びっぷり、いいですね、ゆえこ。幼い頃に先生から教わったことを思い出す。太刀は己の心、迷いを恐れれば曇る。焦らずに己の道を見つめ進むのだ。お前の太刀は凛としてまっすぐだ。迷いなど打ち払える気がする。すがすがしい風が吹いているな。桜が本当に綺麗だ。お前と一緒に見る桜だからだろうか。先のことなど今は想像もつかないが、それでも明日も明後日も桜の下でお前と過ごしていたい。こんな風に穏やかに明日を思う日も悪くないな。お前と過ごす毎日がこうして積み重なっていくといい。この桜の花びらのように。シュ、遥かなる時の中で夢の浮き足。
出かけるんだよな。一緒に頑張ろうぜ。いやー終わりましたね。なるほど、最後のところは夢のというか夢の浮き橋と、いや展開に行ったこととかそういった記憶はほぼ匂わせずに、ああいう終わり方なんですね。それはそれで何か、うん、それはそれでかえってなんか含むところを感じて余韻が出ますね。いやいいエンディングだったね。あれほんのちょっと、ほんのちょっと雰囲気を変えれば、あの黒さん、あのプロポーズしてるみたいな、まあ、そんな言い方でしたけれどもね、まあ、ほんのちょっと時間があるので、思い出ってどんな感じなのか、まあ、多分、あ、まだ全部見られてないな、共通、え、ちょっといっぱいある共通イベントで見てないの。え、いっぱいある。あ、そうか、1と2全然見てないってことか。そうだそうだ、それはそうだ。あ、掛け合い、あー全然見られてないんだまだまだ、あ、3でも、あ、そうか、見てないのがありますね。琴の橋、よりしさんは特別音声一応聞けるようになった。あ、いっぱい。え、特別音声って何？これいっぱいあるから、あ、後で聞こう。自分で一人で聞こう。え、あ、そっか、じゃあ何回も周回プレイして琴ノ葉集とかいろいろ集めようねっていう、そういうことですかね。いや、特別ってなんだろう。いっぱい出た。よし、じゃあまとめさせていただきますか。いや、これで終わりですか。あ、寂しいですね。夢の浮き橋、はるかシリーズの1と2と3の、八王巫女が登場して、繰り広げられる、そんな物語ですけれども、まあ、本編ではないけれども、本編のストーリーをイベント等で保管したり、まあ、あるいはその本編の方でゆい子たちが頑張っている間にも展開では実はこういうことがあって、でそういうことにも実は自分たちの世界での行動だったりそういったものが影響しているんだよっていうのを、そういうことを知ることができたって意味で、まあ、特にね、ワンツースリープレイした方にはね、一層この夢の浮き橋をプレイすればさらにこの3作品の面白さであったり楽しみ方であったり、まあそういったものが増すのではないかなっていう、まあそういう感想を得ましたね。あとそのイベントだとかそういったところもその比較的手軽に見て回ることができるので、そのイベントとか会話とか掛け合い、そういったものを楽しむ上でも非常に、面白い作品だったかなと思います。まあ、あと何といっても1、2、3のね、それぞれ異なる世界の八王たちが、そういうのクロスオーバーっていうんでしたっけ、まあ、特にイベントなんかでね会話を交わすっていうのは非常に、見ものでしたね。いやー、これは我慢してプレイしなくてよかった3をね、まあ、少なくとも、まあ、1、2もちょっとやりましたけど、3に関してはイザユキも含めて全員大団員も含めて、クリアした後でしたので、まあ、非常にね、これ取っといてよかったなっていう、まあ、そんな感じですけれども、さて、ここで、動画実況やめて、お別れするのは非常に寂しい、もう少しやっていたいというところではありますけれども、まあ、夢はいつか覚めると同じで、動画実況も一度切りをつけなければいけないと、まあ、それもねしっかりと心に留めておかなければならないことかなと思いますので、またこれからも実況プレイしていくかもしれませんし、まあ、これまでにも、いろいろなネオロマ実況等でプレイ楽しんでおりますので、またどこかの場で皆様ともお会いすることができれば、まあ、この上もない喜びでございます。
それでは名残惜しくもありますが、今回のプレイはこの辺で、終わりとしたいと思います。皆様最後までご覧いただき本当にありがとうございました。またどこかでお会いできればということで、それでは失礼いたします。さようなら。